石霊は、鳥類の一グループ。石くなぎ、芋瀬鳥。庭くなぎ、庭くなぶり、つ、マナバシラ、石叩たたき、庭叩たたき、岩叩たたき、石くなぎ、河すずめ、教え鳥、小吉江鳥、突ぎ吉しえどり、つつな,など多くの異名を持つ。標準和名が石霊である種はなく、和名に石霊が含まれるのは、石霊族と岩見石霊族の種である。ただし、 岩見赤霊族は岩見赤霊の一族一種で大部分は赤霊族である。日本で普通に見られる赤霊は赤霊族のセグロ赤霊、白石霊、奇赤霊の三種だが他に旅鳥などで稀に見られる種もある。主に水辺に住み長い世を上下に振る習性がある。石叩きなどの和名、英名ワグテールはその様子に由来する。人や車を先導するように飛ぶ様子が よく観察される。また、中国名の総主張は、死ゆが仲睦まじいからだという、赤霊族と岩見赤霊族の種を挙げる。なお、これらに、タヒバリ族、爪長タヒバリ族、巻踊りもどき族を加えた五族は、赤霊家を構成する。赤霊、赤霊及びその別名は、秋の季語である。日本初期には、日本神話の国生の伝承の一つとして、 イザナギとイザナミが成功の仕方がわからなかったところに、赤霊が現れ、赤霊顔を上下に振る動作を見て、成功の仕方を知ったという内容の遺伝に関する記述がある。婚霊のちょう度に赤霊台があるのはそれに由来する。日本各地には赤霊にまつわる伝承がある。静岡県三島、広島県などでは赤霊を神の鳥と称し、りに捉えないのは、真摯以上に神に、 行動を教えた万物の死の意味があるという。熊本県南館では子供らが、麦わらで石嶺の形を制し、下たきだろじゃ、今日は、石やないぞ、明日来てたたけと生やしながら、足を持って、頭尾を上下に動かして遊んだ。生息地の一つ、岐阜県高山では、石嶺をいじめると、親しね、腰ね、鍋も茶碗も破れておえと泣いて呪うという。 伊勢神宮の神医大和勤には、赤霊の模様があるという。台湾の阿弥族の神話では、日本海の竹島ボトルに、男女二神が甘くなり、ホワックが恩振るのを見て、皇后の道を知った。中国の、司教には、精霊とあるが、聖を揺るがす意味があるかはつまびらかにしないという。赤霊はまた、突ぎ取り、突ぎ教え取り、突ぎ学,学び取り、筒縄瀬取り、筒縄柱。 道をしえどり、ちちん、せきり、などの別名がある。その別名は、英語のワグテールと同じく尻を振り動かす意が、多く、ついでおでものを叩く、意、動作の形容、出現の時期場所に関するもの、飛翔の時に発する、ちちんちちんという鳴き声に関するものなどがある。日本書紀では、せきれいは、二拍なふりと称され、その語源について、諸説ある。 伊達政宗は花は顔に図案化した石霊を使っていた。日本のあきる野市、森岡市、北方市など多数の区市町村の指定の鳥である。石霊属の種の奇石霊、白石霊などを指定の鳥としているところも多数ある。ありがとうございます。